栃木県立和学佐特別支援学校は栃木県宇都宮市駒入町にある公立特別支援学校。死体不自由者を教育対象とする。設置学部は小学部と中学部で死体不自由児を対象とする。教室まで通えない児童、生徒には教師が病室まで赴いて授業を行う。学区は栃木県全域であるが、と、 死ぎリハビリテーションセンターに入所、または通所していることが入学条件である。2001年にコマニュー町へ移転するまでは、施設入所、通所者以外の通学も可能であったが、移転と同時に不可となり、入所、通所していない児童、生徒は転校を求められた。1960年11月、児童福祉法に基づいて、死体不自由児施設、 若草学園が設立された。その際に、宇都宮市立細谷小学校及び宇都宮市立非西中学校の文教室として開校したのが起源である。栃木県では初めての死体不自由児を対象とした特殊学級であった。施設名が若草であるのは、所在地が宇都宮市若草町だったからである。その後、1967年4月に、 栃木県立野沢養護学校が開校すると、その若草文校となった。1973年4月には、若草学園が、身体障害者厚生相談所、身体障害者厚生指導所と統合し、栃木県身体障害医療福祉センターとなり、1977年4月には、野沢養護学校から独立し、栃木県立若草養護学校となった。 1993年、駒松町にあった国立療養所宇都宮病院が国立療養所東栃木病院と統合し、国立療養所東宇都宮病院として旧東栃木病院の敷地へ移転する形で閉院した。その後ちに1997年に開設されたのが栃木健康の森であり、若草養護学校は2001年9月に健康の森の中へ移転し、 栃木県立和学佐、養護学校に改称した。これと同時に、栃木県身体障害医療福祉センターも発展的に改称して、駒入町に移転し、栃木リハビリテーションセンターとなり、和学佐、養護学校は、栃木リハビリテーションセンターに併設された。移転解消に先立ち、同年8月29日に、校舎落成記念式典が開かれた。なお、 移転解消に伴って、と、ちぎりハビリテーションセンターの通園センターが就学前、乳幼児のみを受け入れる方針を取ったため、我が草、養護学校も、同センターの入所者のみの受け入れに変わり、非入所者の通学が不可能となった。2008年4月に、栃木県立の養護学校12校が、一斉に特別支援学校へ解消したことに伴い、我が草、養護学校も栃木県立我が草、 特別支援学校に解消した。ありがとうございます。